黒丸こげ茶先輩とツーショット楽して警察署観光ツアーイェーガン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 。いやー本当にね、もうあのロケットランチャーでぶっ放すどころかですね、もうすでにこげているというこげ茶先輩を見ながらですね、さあ皆さん観光ツアー3回目やっていきましょうか。もうだんだん観光ツアー慣れてきたでしょうかね。はい、で皆さんに安心と安全とともにお届けするための観光ツアーとなっておりますので、まずあのクリーニングインプログレスということでね、ここだけ掃除中ということでございますね。はい、もうすでにですね、あの皆さんあのもっと掃除するべき場所が他にあるだろうというツッコミが、ね、拭えないような場所になっているんですけれども、まあそこら辺のツッコミですね、あの残念ながらもうあの、皆さん一旦お預けということですね。でこっちに住みたいなと思ってるんですけど、残念ながら進むことができない風になっておりますので、皆さんですね、こちらの方向に進んでいくという風に思います。でね、あの観光ツアーガイドがですね、あのたくさん、ね、スタッフがいるんですけれども、まあ、残念ながらちょっとね、あの観光スタッフツアーがですね、あの他にもあの、行こうと思ったんですけど、こう彼がですね、もうちょっと酔っ払いすぎて、いろんなところ引っ掛けちゃったからですね、ちょっとグロ注意なんでね、皆さん苦手な方はお目目つぶっていただけたらと思うんですけれども、酒を飲みすぎるとあの顎が外れるというそういう現象になってしまいます。はい、そこら辺皆さんご注意ください。うぎ。本当に人間ってこうなるのかなというところなんですけどね。はい、で、あの、ね、もうすでになんかのいろいろ焦げている方からね、こうどうやったら人間こんなところ刺さるのよって落ちてきたーってことなんですけれども、はい。で、ここら辺からですね、あの、まあ、いろいろとね、暴徒化した、連中がですね、中に入ってこようかなというふうに、待ち構えているところでございますんで、まあ、そうはさせませんよということで、皆さんに安心安全をお届けするため、なんか同じことを言うんだということなんですけども、まあ、そこら辺はですね、やっぱりご愛嬌ということで、まあ、こうやってどんどん進んでまいりましょうということでございます。はい。で、なんか波動拳ということで進んでいるんですけど、果たしてここら辺の波動拳は、皆さんちゃんと、発射されているんでしょうかね。なんか浮いているなというところなんですけど、お、いる？特に稲酒でございますね。はい、じゃあここに入っていきましょう。で、ここが作戦シリーズ2ってことなんですね。ただ、まあ作戦がね、あのいろいろやっぱりね、どちらかとね、まあよくあるね、あのこんな作戦やったらどうですか、あんな作戦やったらどうですかっていうことですね、やった結果ね、何も決まらないっていうことがやっぱり皆さんあると思います。はい、で、あの皆さんですね、あの頭がない、あのもう作戦考えすぎてどちらかっちゃってよってことでございますね。こちら読もうと思ったらやっぱり頭キーンってなっちゃうんでね、なあ頭あのあ温まってしまった頭をですね、あの冷やすためにはやっぱりあれが必要だということでございます。はい、で、当時はですね、あの当時というか98年現在ですね、残念ながらですね、モニターがこの程度しかないということでございますね。まあ、こちらを見ていきましょう。じゃあ、ということで地図が手に入ったんで、地図を見るためには、どうやったらいいんだっけ？地図を見るためには、調子、F、R、Q。おー、後ろゾンビ来てた！びっくりした！吹っ飛んで、おー、くるくる。お手手がピン。え？え？ごめんなさいね、あの今イヤホンをちょっとどうしようかなと思ってたところだったんで、全然、おびっくりした、もうダメっすよ、もう全力で叫んじゃった、うわー、もう観光ツアーとあったら、ね、で、緊急事態対応でってことで、ビデビッドフォード、はい、で13時現在で、あれちょっといる？いるならいるって言ってよね、もう本当にもうびっくりしたんじゃない。で、この作戦が一体何を意味してるのかっていうのは、もうさっぱりはね、私の方でもね、あの読み解くことはできないという状態でございますんで。はい。で、あの、こちらですね、マーカーでいろいろキュッキュッキュッやってるってね、なんか、あ、これ、あれもしかして鉄の女？鉄の女かもしれないですね。鉄の女が映ってるかもしれないですね。はい。あの、もうあの、何年か前にお亡くなられましたけどね、はい、イギリスであの超活躍された女性の方ですね。はい、でこちら登っていって、でまあいろいろとね、あのなんかあるんですけれども、こちら作戦シリーズはあのよくあるですね、中小企業なんかであの社長が張り切っていろいろとやったんですけれども、残念ながらあのそれはできませんよということでございますね。で後ろの方を振り返ると、あの先ほどのですね、あのいろいろとなんかあの、あー撃ってくれない、拾った、はい。で、なんか、いろいろ詰まっているという状態でございますけれども、詰まっているのだったらも仕方がないということで、ね、こちら進むことができないので、はい。で、こちら見ていただくとですね、セーフティーロッカー、セームデプチットルームですね、ウエストルームというね、はい。西に部屋ということで、なんか、チラーンと倒れているのと、こっちの方で焦げているやつがいるということでございますが、まあ、そこら辺焦げているのは仕方ない。ピクピクすな。はい。で、こちら、本当はね、こっちに抜けていくことができれば、先ほど私がここの廊下、長い廊下に入ったところで入っているんですけども、ここでですね、なぜね、彼がね、ボンボンやってたのかよくわかんないですよ。よく見たらさ、ここガラスが割れているんでね、中でのスニッカーズなんやらいろいろ食べることができるにもかかわらずですね、なぜかね、食べずに我慢しているという状態でございます。はい。すでに焦げているね。はい。すでに焦げているというのは、まあ、前回パートをご覧いただいた方はですね、やっちゃってたもんなーっていうのが分かっていただけるのではないかなというふうに思います。はい。で、こちらがですね、
はい、新人の初仕事ということで、新人のか、ファーストレーンで、優しい黒丸先輩ということでね、はい。で、ここに来なくて、正解だぜ、レオンということで、ウェルカムでね、エールの間が微妙に空いてるっていうのは、ね、ウェルルルカムになってたからってことでございますね、はい。で、こちらのですね、部屋で、おう、すでに焦げている。で、こちらがですね、マービン・ブラナーさんがですね、ルート、キャッキャイケイチャイチャ、フフフフやっているという部屋でございます。はい。で、私はですね、これが果たして一体何番だったのかっていうのが、あまり覚えてないので、適当にやってみて、もう正解だったらもうそれは仕方ないよね、ということで、はい。残念ながら正解だったので、はい、もう忘れてしまいましょう。はい。で、こちらにですね、マービン・ブラナーが今日やることのトゥードゥーリストっていうのが書いてあるというところでございます。はい。で、こちらにですね、過去ですね、マービン・ブラナーがですね、マービン・ブラナーって、ね、車の焦げ茶先輩がですね、逮捕してきた、方々の、捕食者リスト、捕食者って言った時点でもう食べちゃってるっていうことなんですけど、まあ、美味しくいただいてるということですね。特に、女性の比率が高めでございますということでございます。はい。で、こちらのですね、いろいろと拾っていて、ガンパウダーをやると、なんか、いろいろ武器が溜まりますよということなんです。武器なんか溜めたところで何の意味もねえよということなんですね。はい。残念ながら、私は彼女の間に乗ることにした彼女って言って誰なのかってフィリップス巡査だったから、ね、可愛い女の子がいるんですよね。で、可愛い女の子がいるにもかかわらず、まあ、誰で、おっと、ここにもケチャップライスが落ちてるということでございますね。で、ここにかけているコートが一体誰のコートなのかっていうのはわからないけど、今夏なので、まあ、今夏というか、まあ、冬に差し掛かっている状況なんで、もう、多分おそらく1年以上、そこをほったらかしにされているという状態でございますね。はい。で、マリン・ブラナー以外のですね、逮捕しましたよというリストに関してですね、こちらに載っているということでございますね。はい。で、上のところになんか赤いのが載ってるんですよ。あそこにはですね、本来マスコットであるラクーン君が置いてあるということだと思うんですが、何周もしているファイルでございますんで、もうすでにもう吹っ飛ばされて死んでいるということでございます。元気に死んでおります。はい。で、こちらのですね、どちらかっていうこの現状を見ていただいて、ボートがここで暴れまくったっていうよりはですね、どちらかというと残念ながらですね、もう元々ね、ここにいるツアーガイドの仕事の仕方がですね、こんだけ荒れているということで、社長の私たちも嘆くしかないということでございますが、まあ、そこら辺は仕事が大変で、ね、現場が大変だということはもう私も理解しているので、そこはまあちょっと目をつむって差し上げましょうということでございます。はい。で、こちらのゴミ箱にはですね、もうたくさんのね、あそこでね、あそこのおデブちゃんが買い散らかしたですね、お菓子がたくさん眠っているということなんで、まあ、とりあえず、まあ、そこは仕方ないので、こちらから。中に入ってこようとしているから、お外に吹っ飛んでいっていただきましょう。はい。ちゃんとね、やっぱりね、人間ね、ドアから入っていくっていうことをね、中心にね、やっていかないとね、ドアから入る気がないやつに対してはですね、もう、容赦なく制裁を加えていきますよ、というそういうオチでございますね。はい。で、上の方をご覧いただくとですね、たくさんの方々がね、間違えられているところなんですけれども、とりあえず先生をってね、皆さんにね、やっぱり、安心安全をお届けしないといけないかなというふうに思っております。で、まあ、知らない間にゾンビがね、近づいてきてたとしたらね、まあ、ゾンビって言っちゃったら、ボートの方々がね、近づいてきちゃってたとしたらですね、おー、私の不手際でございます。私の不手際のせいで、すまん、市民の人が足を吹っ飛ばしてしまった。はい。で、まともにですね、今操作することができないという現状になっているんですけれども、そこら辺は仕方がないということで、あー、ちょっと待って、落ち着け、落ち着け、落ち着け、これでリセットです。はい。多分リセットになっているはずです。はい。で、こちらを飛ばして、ドーンということですね。はい。こんな状態になるなんてね、思ってもね、あったらですね、はい。で、ちょっと、こちらですね、ハーブを取っておいて、で、くっつけましょう。じゃくっつけると。くっつけると、こうなります。はい。こちらのですね、真正面です。本来はね、こちらのね、バリケードもね、あんまりないところなんですけれども、まあまあ、いろんなボートがね、この中に突っ込んできているという現状がありますんで、はい。で、誰かがですね、コーヒーをね、入れっぱなしにした状態でね、飲まないままね、そのまま去っていってしまったということで、ね、もう完全にね、ブラックコーヒー、ホットコーヒーだったはずにもかかわらずね、もう残念ながらちょっと冷め散らかしているということでございます。はい。で、これはですね、友達というやつですね、20世紀少年に出てくる友達の進化系はこうなっているということで、なぜ同じ絵を2枚飾っているのかっていうのは、謎でございます。ここの所長のね、センスを疑え、というところでございますね。はい。で、こちらにもですね、こいつに関してはですね、後ほど出てきますね。ヘリコプターをズーンとドギを避けながらね、出てくるということでね、まあ、日本語訳で暴君ってやつが出てくるんですけども、なぜかこちらも同じ絵が飾ってあるということでございますんで、はい、ちょっとこちらの絵のね、飾り具合に関しては、私の方でね、ちょっと訂正するようにですね、後ほどこちらを管轄している、所長とは別に所長というのがいるんでね、そちらにちょっと、申し伝えておきたいというふうに思います。はい。で、なんでこんなお花がね、ちょろっとだけ乗っているんだっていうことなんでね、このちょろっとですね、で、さち打つそうな女の子でございますね。まあ、でも、こういう彼女がね、最終的には幸せを手に入れるということでございますんでね。はい、皆さんね、今のうちに手に入れていきましょうと。なんか微妙な絵がいっぱい飾ってありますね。ちょっと絵のセンスが、あまりにも所長の方がなさすぎるんで、私の方で全部全訂正をして、はい、全部絵を飾り直すようにということで、すべてですね、もうパブロ・ピカソの絵に変えておくように伝えておくようにしちゃうというふうに思います。はい。では、こちらの方に中入っていきましょうか。で、こちらがですね、なんだったっけな、なんかよくわかんない部屋だね。地図。こちらが、暗室でございますね。はい。暗室ですね。はい。エロい言葉が出てくることで、こっちでハンドガンを拾っておいて、で、こちらでもハンドガンを拾っておいて、はい。で、こちらで、こちらをですね、拾っておく。
と、植物学について、専攻して勉強する方で、ドアズルームということでね、はい。で、こちらでですね、写真をいろいろと選んでおるので、こちらにいる写真が、女の子はですね、かつては、こちらの方で、勤められていたツアーガイドですね、はい。彼女には大変お世話になりました。いろんな意味で。はい。で、こちらにですね、クレア・レッドフィールドのですね、兄貴がね、所属してた部隊の写真がなぜかこれで、水浸しになって、びちょびちょになっているということでございますね。はい。で、こちらの写真を使うとですね、お化けを封じ込めることができるというね、そういう特別な仕様になっているんですけれども、そんなことはどうでもいいから、とりあえずアイテムを預けましょう。はい。で、これを預けて、と。はい。で、こちらに出て、トゥンってやると、並び替えが完了しているということでございますね。はい。で、こちらの棚にはですね、いろいろとね、写真がたくさん置いてあるんですけど、皆さんね、どの写真が好きですかね。なんかやっぱり写真で有名って言ったらキャノンか富士フィルムかっていうところでございますが、私はですね、祖父の影響で、キャノンがいいんじゃないかなと思ったりもしてるんですけど、ここら辺に関してはですね、何がいいとか悪いとかっていうのも多少あるかもしれないですけど、やっぱり好みの問題かなというところでございますね。はい。で、ちなみにこちらにですね、いろいろと薬用洗剤ミューズが置いてあるんですけれども、この薬用洗剤ミューズをですね、パチョンと入れていただくと、こちらでですね、写真がね、復元することができるということでございます。はい。で、ちらっと見ていくとですね、フィルムの置き忘れに注意ということなんですけれども、フィルムを置き忘れまくったらですね、こちらの中に使っている水の中に調整してとりあえず溶かしておこうというそんなサンダーでございます。はい。で、どちらに進んでいったらいいかがっていうのがね、これから今から作戦会議ということでございますので、とりあえずこいつを預ける前に組み合わせておいて、はい。ではですね、一旦ですね、ベラ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 喋りすぎたんで、皆さんも頭の方と耳の方が疲れ始めている頃ではないかなというところでございますんで、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ではですね、こちらにですね、また冬場に使うべきコートがなぜか夏場にも置いてあるということで、ね、ここら辺のね、ちょっと私のマネジメント力があまりも足りなさすぎてですね、皆さんにご迷惑の方をおかけして大変恐縮なんでございますけれども、ここそこら辺はですね、目をつむっていただいて、いかに素晴らしい観光ツアーガイドを皆さんにお届けすることができるかっていうことをですね、やっていきたいと思いますんで、はい。ツアーガイドといったらね、やっぱりですね、泊まりがけの仕事も多かったりするんですね。こちらのスーツケースなんかには、5泊6日まで最高ね、服を詰め込むことができる、かっこ夏ですね。冬だったら、2泊3日が服のゴワゴワされ限界なのかなということですね。はい。で、こちらクリーニングですね、なかなか右袖以外はですね、ちゃんとアイロンかけることができてるんで、そこら辺に関してはそこそこ評価するべきではないでしょうか。さて、ではですね、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ダークルーム。なんかもう中二病満載の名前ですね。はい。上にいろんなコーヒーカップがいっぱい置いてあるんですけどね。そんなことは気にせんね。コーヒーカップがいっぱい置いてあるで、ダクトの中にね、くぐり抜けていったら、ここからウーズが出てくるということで、それはなんか10年後くらいの話。はい。じゃあ、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、次回もツアーガイドお楽しみに。では、また。